ママ。はい。今日のお昼ご飯は何？はい、これからハンバーガー作ります。はい。少し前にメンチカツバーガーやったんだよね。うん。あれね、すごい皆さんから好評でした。はい、よかった。ハンバーガーってさ、さっと買っちゃうけど自分家ではなかなかやらないよね。うん。今バンズあるから、これ焼いたいと思います。で、まあ、いわゆるパテっていうの、うん、まあ、少し前にハンバーグを作った時の、種をこうやって丸く形作ってね、冷凍しときました。はい、こんな感じ。この後蓋しとこうかな。出して、ちょっと弱めて。こんな感じで。いいね。うん。位置を交換します。まだこれ、作れないんで大丈夫だからさ。うん、こっちちょっと開けてみて、こっちはこのまま温度上げときます。今のうちに泡にしましょう。パパとママのには、下がマヨネーズ、上はね、マヨネーズと粒マスタード、うん、ね、一緒に塗ってあります。これで、お肉と、チーズです。で、はい。おぉ、いいね。真ん中にケチャップ塗るの忘れた。はい、やり直し。すいません。こうやって、こう。はい。はい、オッケー。はい、オッケー。この間ね、この紙の折り方、何にも説明しなくて申し訳ありませんでした。こちらね、ドムドムバーガーさんに勤めてた方のやり方を参考にしてますんで、また概要欄に載せておきます。これ、すごくいい。うん。ね。こっちに載せるやつは、粒マスタードが塗ってあるやつにしないと、うん、息子が間違えて食べちゃう可能性あるからね。うん。こうやってしといて、と、さっき忘れちゃったけど、次は忘れません。はい、ケチャップ。はい。はい、2個目。こんな感じだね。じゃあ、こっち2つは、まあ、パパとママどっちが食べても大丈夫。うん、で、息子くんのはまだね、やってないんですよ。マヨネーズだけの方がいいかなと思ってね。うん。こうやって。ね、バーガーの時のね、レタス、息子嫌がんないんでね、ちょっとね、持っちゃいます。まあ、そりゃそうだよね。好きなものとかね、周りにあればね、うん、それは食べちゃうよね。完成。はい、これは息子くん用ね。ここに今ねポテトあげたいと思います。業務スーパーに売ってるポテト、ストレートカットってやつですね。ちょっと太めの、うちはこれが好きですね、うん、食べ応えがあってだいぶ浮いてきたんでいいと思います。はい、見てこれさっき入れた時に気がついたやつ。おお、でもさ、この揚げたてポテトがさ、うまいんだよね。ね、この太いやつ。そうだから、バーガー屋さん行った時に揚げたてに当たるとめちゃくちゃテンション上がる。うん、最近はね、あんまり作り置きしないけど、ポテトはさ、ある程度あるじゃん、量いっぱいあげるじゃん、1回に、うん、その時に本当に揚げたてに当たるとすごく嬉しい。塩抜きとか頼むと揚げたてに当たることが多いっていうのは聞いてるけど、本当なのかな。要は普通のポテトは塩をもうかけちゃうから揚げたてじゃない可能性もあるんだって、うん、でも小さいお子さんがいたりとか、あと塩分を気にしてる人用に塩をかけないでくださいって言うと、また別に揚げてくれるらしいのよ、うん、そうすると塩抜きでもう一回揚げるから揚げたてが来るっていう、うん、噂だったんだけど、やったことないな、ね、うん、あと中にはここにかかってないで直にこう塩をつけて食べたいって人もいるんだって、うん、それはね聞いたことがある。よし、でここにちょっと、はい、こうやってこうやってね、そうそう、ほんとあの中でバーってやるとか置くとこがあってやるんでしょうけど、そんなんないからさ、うん、こんな感じで、はい、ね、OK、はい、OK、はい、それでは本日のお昼ご飯です。はい、チーズバーガー、はい、バーガーといったらポテトですよね、はい、はい、ポテトも揚げました。はい、揚げたてです。今のうちに食べましょう。はい、ありがとう。はい、それではいただきます。おお、ありがとうね息子何にも言わなくてもこれやってくれるんですよ、非常にありがたい。はい、いいよ。ポテトもね、揚げたてなんで熱いから気をつけてね。うん、やっぱり真っ先にポテト行くよね。うまい。よかった。うん、おいしい。じゃーん、ちょっと長いやつ。なんか長いやつ嬉しいよね。ポテトの味はもう絶対間違いないからさ。うん。やばい。あの、ちょっと長めのね。この組み合わせを考えた人天才だよね。バーガーとポテトと、まあ、あと、強いて言うと、はい、コーラ。あ、息子くんもね、そう、コーラ飲みたいってんで持ってきました。はい、どうぞ。うちね、ちょっとちっちゃめのコーラなんでね、まあ、1日1本ぐらいは許してます。缶なんで、まあ、飲み切りなんですけど、むしろその方が良くて、ね、飲みすぎなくて、ね、炭酸が抜ける前に飲み終わっちゃうからちょうどいい。ちなみに、息子くんはね、どっちかっていうと、ポテトはマヨネーズ派ね。うん、バーガーどうぞ、行ってください。熱いね、これ。同じチーズバーガーでも、マクドナルドさんのから見たら熱い。うん、おいしい。大したものは挟んでないんだけど、意外にこれが良かったです。うん、いいね。うん、おいしい。
あ、よかった。今ね、バーガー屋さんもデリバリーとかやってくれるんですけど、うちね、どれも県外。別にね、買いに行ってもいいんですけど、まあ買いに行かなくてもね、むしろ好きな組み合わせで作れるかな。例えばだけど、これにオニオンいっぱい入れる人とか、あと、スライスのトマトとかね、入れる人もいるし、あと、アボカド、うん、ね。昔流行ったよね、ちょっとね。ああいうのでもね、入れてもいいんで、好きなのが作れるから、家で作るのもあり。うん、私はそう思う。だからもうちょっとね、息子が大きくなったら、自分で作ってもらおうかなと思ってます。意外に簡単だと思うんですよね。だって、材料さえ揃えて、パテは焼いてあげるけど、後の組み合わせは自由じゃない、うん、だからね、そういうので、好きにこうやるのも OK。で、例えば、この友達がやっぱ遊びしてても、ずらーって好きなの並べて、はい、どうぞっていう。ね、それでも全然いいよね。うん、ポテトは揚げたてでやっぱ食べるのが一番。というわけで、私もコーラ飲みながら、うん、この後ゆっくり食べたいと思います。パパ、はい、今日のお夕飯は何？本日は鶏胸肉を使った唐揚げを作りたいと思います。はい、お願いします。皮ついてるんで、いらなかったら剥がしちゃって。でも捨てないで。後でさ、ほら、皮の料理するから。うん、皮は、ひっぺがします。ひっぺがす。それ取っといてもらえると助かります。こんな感じで切って、まあ、そぎ切り入れちゃいます。トマトで、また真ん中から切って、ボウルにぶち込む。それいいよね、うん、で、にんにく、多めね、うん、いいよ。で、混ぜます。はい、おー、こうして、これで冷蔵庫で30分冷やします。はい、30分冷やしました。おお、いい感じ。いただきます。はい、どう？うん、いい感じ。いいね、美味しそう。第2ラウンド。はい、第2ラウンド。かーん。はい、うん、いい香り。はい、第3回戦、第3ラウンド。それ違うと思うよ。それ肉なの？肉。本当に？よし、OK。はい、本日のお夕飯、鶏胸肉の唐揚げ。こんな感じですね。うん、めっちゃうまそう。で、この後は私がちょっとやりましたけど、もやしとニラの中華炒めと人参しりしりと、この2つは昨日の残りです。枝豆と浅漬け、梨を1個切ったんでみんなで分けました。はい、ご飯にしましょう。はい、ありがとう。はい、それではいただきます。もう真っ先に唐揚げだよね、うん、そりゃあ ね、うん、ね、まずはそのまま食べてもらって、うん、ね、どうかなってとこで。これもも、胸、胸、うん、美味しい。あ、よかった。パパよかったね、うん、じゃあママも1個いっていいですか。うん、わ、味すごい、しみしみ。パパはどうかな、食べてもらって。うん、はい、いただきます。はい、うん、うん、うまいね、すごい、すごい。胸、これ胸で、胸、こうかと思った。いいよ、この唐揚げ。うん、揚げ具合もちょうどいいんじゃない。うん、ね、ほら、周りをカリカリするんだったら、まあこのぐらい、ね、もっと手前でも大丈夫だと思う。このくらいで俺、パパはカリカリの方が好きかもしれないね。うん、ママはね、こう一歩手前で揚げる人だから、もうちょっと色が薄い。カリカリ、硬くないよ、このくらいでも。ね、いいよね。で、大きさもちょっとパパは小さめに切ってくれたから、そう息子が食べやすいみたい。うん、ほら、ね、うん、よかったよかった、うん。うん。この辺はママが勝手に作った副菜なんで、まあその辺は適当に食べてください。まあ息子くんは多分ね、もう唐揚げ一筋。うん、いっぱい食べていいよ。ね、よかったよかった。じゃあね、この後はね、息子くんが多分唐揚げをいっぱい食べたいと思いますので、この辺で失礼いたします。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。